とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新企画、やっていきたいと思います。パワーで、いい装備が2つ出るまでやめられません。これやっていきたいと思います。1個だったら、1時間ちょっとすれば、まあまあ、出るのよ。毎回出てるんで。でも2個ってなると、ちょっと時間かかるんだよね。でも運が良ければ、2連続とか出ちゃうので、ちょっとこれをね、試してみようと思います。2つ、まあ使えるなっていうやつが出るまで、やりまくります。ただ、ボスをこう倒したりするのを、取ってると、時間がね、えらいことになるのよ。なんで、とりあえず、まず、1回目ボス倒します。で、その後は、報酬、いいの出たとこだけ、やりたいと思います。とにかく2つ。2つ、出るまで今日は、やるよ。どれぐらいかかるかわかんないけど。まあまあ、3時間以内には終わるんじゃないですか?3 時間か。まあ、でもね、前はね、シーズン4はそれぐらい毎日回ってたんで、全然大丈夫です。頑張っていきましょう。まず、一発目。一発目で来ればいいからね。あー一発目ダメだ。ここにクールダウンが入ってればね、いきなり良かったんだけども、ダメですね。勇者はまあワンチャンあるよね。勇者と英雄は、ポーションの効果が近くの仲間にも伝わるっていうやつだけで、別に必要でもないんだよね。ワンチャンある。どうだ?ない!ワンチャンなかった!はい、ということで、やっていきましょう。いいものが2つ出るまでやめられません!よっしゃ、来たーと思いきや、全然演者は良くなかったー。なんなんだ、これ。これはギリギリ、OK じゃないですか?覆われた怒り。エコーを、爆発、ダイナモ。ダイナモエコーで、結構火力出せると思うんだけどな。で、一応、クリティカルの1がついてる。1。そこまで期待はできないんだけども、1をついてるからね。どう?1を使えるでしょ。そこそこいいやつっていうことで、これで一つ許してください。もうすでに1時間半かかった。やっぱりかかるね、いいので出すには。とりあえず、覆われた怒り、これで一つ目勘弁してください。出ました。よっしゃ、来たー!ようやく来ました。スパイダーアーマー、クールダウン、そして真ん中が、雷フォーカス。で、黄金に、火炎フォーカス1が、一応ついてます。で、右の方、ここをね、霊気だろうね。霊気にすると、耐久力が上がるので、それが一番無難かな。まあ、一番右がね、もう少し実用的なやつだったらいいんですけども、まあまあ、でも、全然これは使っていけるいいやつだと思います。よかった!いや、でもね、だいぶかかりましたよ。ゲットです。はい、ということで、2ついいのが出るまで終われません。終了です。終わりましたね、ようやく。覆われた怒り。そして、スパイダーアーマー。もう、覆われた怒り。この前も出たんだけどね。でもまあ、こっちはダイナモで、で、こっちは、ちょっと防御寄りの性能となってます。ダイナモ使うと結構ダメージ上がると思うんだけどな。いや、むしろ、虚無の方が強いかな。どうだろうね。いや、ダイナモ強いぞ。ワンロール66万だから、強くなるには間違いないね。強くなるね。はい。かなり時間かかりました。めちゃめちゃかかった。二つ出るまでにかかった時間。およそ3時間。だね。3時間かかんなかったかな。
最初の武器が出るまでに、1時間40分か50分ぐらいかかりました。それから1時間ぐらいして、スパイダーアーマーが出たので、まあ3時間フルで回ると2つ出るかな。いやいや、今回の検証だけじゃ分かんないですけども、今回は3時間で2つゲットできました。まあ今はね10分で1周できるので、本当にね周回のチャンスです。このチャンスにいい装備を1つ2つ3つとゲットしてみてはいかがでしょうか。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。